今回の動画はですね、改造プラレール JR 西日本北陸本線521系予次車を紹介します。種車はですね、JR 西日本323系大阪環状線のプラレールを種車にしました。あれ？前にも521系のプラレールって作ってなかったっけ？って思った方いますよね。実はですね、前に作った521系のプラレールの塗装をですね、まあ、一旦剥がして、まあ、もう一度塗り直したって感じですね。まあ、あとね、転落防止ホロなんかもね、まあ、新しく作り直しております。まあ、前に作ったやつをね、まあ、再改造というかね、まあ、リニューアルしたっていう感じですね。はい、それではですね、敦賀方面の先頭、1号車から順に紹介していきたいと思います。はい、区波520の前面はこんな感じでございます。前面の行き先表示は、この列車は普通列車、福井行き、ワンマンカーです。となっております。521系予次車はですね、フルカラー LED の種別幕と、まあ、行き先表示幕がですね、まあ、採用されております。はい。で、あとですね、まあ、この車両ですね、まあ、前照灯がつくギミックがありまして、左下にあるスイッチをオンにすると、このようにですね、まあ、前照灯が光る仕様となっております。はい。で、もちろんですね、まあ、フォグライトもちゃんと点灯してます。まあ、フォグライトの部分もね、ちゃんとね、黄色く光るようになってます。カメラで見るとね、あんまちょっと黄色っぽくないんですけど、まあ、ちゃんとね、まあ、黄色いライトが光っております。はい。で、あとね、まあ、ちゃんと転落防止ホロもですね、取り付けております。はい、続いて左側面でございます。左側面はですね、まあ、こんな感じでございます。はい、で、側面もですね、まあ、ちゃんと行き先表示をね、まあ、取り付けておりまして、ワンマン普通福行きというね、まあ、表示がされてますね。で、ちなみにね、この側面の行き先表示なんですけど、まあ、ドット打ちといってですね、まあ、1ピクセルずつね、まあ、ちまちま入力して作っております。はい。続いて、つま面でございます。まあ、つま面はこんな感じですね。はい。続いて、反対側の側面です。反対側の側面はですね、まあ、こんな感じとなっております。先頭1号車、幕破520にはですね、まあ、お手洗いがここにあるので、まあ、ここの窓がですね、塞がれてますね。はい。続いて屋根でございます。屋根はですね、こんな感じとなっております。521系はですね、まあ、硬直流電車なのでですね、まあ、硬直流機器などもですね、まあ、しっかりと再現しております。まあ、結構ね、硬直流電車って屋根がね、こういう、なんかいろんな機器がついててね、まあ、結構こんな感じで、まあ、いろいろついてるんですね。まあ、そういうところもちゃんとこだわって再現しております。はい。続いて金沢方面の先頭2号車でございます。後備車はですね、こんな感じとなっております。はい。まあ、後備車なのでですね、まあ、尾灯といってですね、まあ、赤いランプがですね、まあ、ついてますね。はい。で、後備車もですね、行き先表示は、ワンマン普通、福井行きとなっております。はい。で、あとですね、まあ、後備車もちゃんとね、転落防止ホロを取り付けております。結構ね、今回ね、転落防止ホロね、結構細かいとこまでね、しっかりと再現しました。はい。続いて側面です。側面はですね、こんな感じとなっております。一応ですね、この顔の部分のシルバーと、まあ、車体全体のシルバーですね。まあ、ちゃんとこの細かいシルバーの違いもですね、まあ、しっかりと塗り分けて再現しております。はい。で、つま面はこんな感じで、反対側の側面はこんな感じとなっております。はい。で、続いて屋根でございます。521系はですね、まあ、雲波の方にね、パンタグラフがなぜかついてないっていう、ちょっと変わった構造してるんですよね。まあ、普通、雲波の方にね、まあ、パンタグラフつけるんですけどもね、ちょっと521系は変わってる車両なので、区波の方にですね、パンタグラフがついているのが特徴的ですね。最後は走行動画です。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。普通列車の福井行きです。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また数ある動画の中からこの動画を選んでいただきましてありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をすると便利です。